左から石井義太郎、伊地地彦次郎、佐藤哲太郎、下村下村信太郎から1947年2月7日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将、京都府出身。下村良介の息子として生まれる。1891年7月、海軍兵学校を卒業し、1894年4月、海軍将尉任官。 日清戦争では、五島の陸民として出生した。1897年12月、佐世保海兵団分隊長となり、以後、秋津島、須磨、沈園の核法術長、横須賀鎮守不義総員千葉屋公会長、呉鎮守不参謀などを歴任。1903年9月、海軍少佐に昇進。同年12月、 第二艦隊参謀に就任し日露戦争に出生。日本海海戦などに参戦した。1905年6月、第一艦隊参謀に転じた。その後、日露戦争のため中退した海軍大学校に復興し、1906年7月、同校を卒業し、姉川分隊長に就任した。同年9月、海軍中佐に進級した。1906年11月、 海大副官係教官となり、以後、須王副長、呉陳述参謀を歴任。1911年12月、海軍大佐に昇進し、海大教官に就任。以後、県立軍大学校兵学教官、海大教頭、軍令部参謀などを経て、1914年12月、香取官長となる。その後、鹿島官長、第二艦隊参謀長、 軍令部出資を歴任。1917年12月、海軍少将に進級し、佐世保陳寿府参謀長となった。1918年11月、海軍教育本部第一部長に就任し、1921年12月、海軍中将に進み海軍召喚会議議員に就任。1922年4月、大名となり、 1923年3月、予備役に編入された。1927年9月、抗備役となり、1932年9月に退役した。また、1923年6月から1934年6月まで、海外戦士教授職宅を務めた。ありがとうございます。